サミュエル・エリオット・モリソンは、アメリカ合衆国の歴史家、アメリカ海軍少将。信頼性が高く、しかも文章的に優れた、海事史研究の著作で知られる。1912年に、ハーバード大学で、PhD の学位を取得し、40年間にわたって、同大学で教弁を振るった。クリストファー・コロンブスに関する電気、アドミラル・オブ・ザ・オーシャン・シート、 ジョン・ポール・ジョーンズに関する伝記、ジョン・ポール・ジョーンズ、エイセーラーズ・バイオグラフィーで、それぞれ、ピューリッツァー賞を受賞した。1942年には、フランクリン・ルーズベルト大統領によって、第二次世界大戦における、アメリカ海軍の戦士編参担当者に任命された。モリソン編参の海軍戦士は、1947年から1962年に、かけて、 全15巻が刊行される。モリソンは1951年に少々で海軍を退役した。また、よく知られたオックスフォードヒストリーオブザアメリカンピープルの著者及び古典的教科書であるザグロース・オブ・ザ・アメリカン・リパブリックの共同執筆者でもある。モリソンはその優れた業績によりハーバード大学やコロンビア大学、 イエール大学やオックスフォード大学を含む11の大学から名誉博士号を送られている。さらに様々な文芸賞や軍人勲章、アメリカ合衆国政府や外国政府からの国家表彰を受け取っており、2回のピューリッツァー賞のほかバンクロフト賞2回、バルザン賞、レジオン・オブ・メリット及び大統領自由勲章などが挙げられる。サミュエル・エリオット・モリソンは、 1887年7月9日、ボストン在住のジョン・ホームズ・モリソンと、エミリー・マーシャル・モリソン夫妻の間に生まれた。彼の名は、母方の祖父で、公共心に富んだ、歴史家、教育者だったサミュエル・エリオットにちなんで名付けられた。エリオット家は、1660年に、イングランドのイースト・コーカーからボストンに移住した、アンドリュー・エリオットを祖先とする一族で、 代々飛び抜けた知識人を輩出してきた。アンドリューの直系で最も巧妙な人物としては、詩人の T.S. エリオットがおり、彼の詩集、四つの詩重奏曲の第二編は、イースト・コーカーという題名である。サミュエル・モリソンは、1897年から1901年まで、ノーブル・アンド・グリーノー・スクール、1901年から1903年までは、 セントポールズスクールに通い、その後、ハーバード大学に進んだ。ハーバードでは、フェニックス、SK クラブのメンバーとなった。また、14歳の時にセーリングを習い、さらにすぐに乗馬も習っており、これらの経験は、後の歴史家としての執筆活動に生かされている。1908年に、文学史の学位を取得した。1908年から1909年まで、 En, エコールリブレ b サイエンシズポリティ e s に留学した後、ハーバード大学に戻ったモリソンは、1912年に、PhD の学位を取得した。この年、カリフォルニア大学バークレー校で、歴史学の専任講師に採用された。モリソンは、ハーバードでの博士論文をもとに、1913年、最初の交換著作となるハリソン・グレイ・オーティスについての伝記、電気。 ザライフ・アンド・レターズ・オブ、ハリスン・ングレイ・オーティス、フェデラリスト、1765-1848を出版した。1915年には、ハーバード大学に専任人講師の職を得て戻った。第一次世界大戦の間、モリソンはアメリカ陸軍の一兵士として従軍した。また、1919年6月17日まで、講和会議における、 バルチック委員会のアメリカ代表を務めた。1922年から1925年の間、モリソンはオックスフォード大学でアメリカ史のハームスワース記念教授の地位にアメリカ人としては史上初めて就任した。1925年にはハーバード大学へ再び戻り、教授となった。この時期のモリソンの主な研究対象の一つは、 ニューイングランドの歴史で、1921年には、ザ・マリタイム・ヒストリー・オブ・マサチュー・セッツ・1783の1860を表していた。1930年代には、ビルダーズ・オブ・ザ・ベイ・コロニー、A ・ギャラリー・オブ・アワー・インテレクチュアル・アンセスターズ、ザ・ファウンディング・オブ・ハーバード・カレッジ、ハーバード・カレッジ・イン・ザ・セブンティーンス・センチュリー・スリー・センチュリーズ・オブ・ハーバード。 1636、1936 16及19び、ザ・ピューリタン・プロナウスなど、ハーバード大学及びニューイングランドについての一連の著作を発表している。なお、彼は、後年にも再び、ニューイングランド市に取り組んでおり、ザ・ロープメーカーズ・オブ・プリマスや、ザ・ストーリー・オブ・ザ・オールド・コロニー・オブ・ニュー・プリマスを執筆。1952年には編集者として、オブ・プリマス・プランテーション。 1620-1647の復刻にも携わった。1940年、モリソンは、後のコロンブスに関する、成功作の先駆け的な歴史書、ポーチュギーズ・ボイジズ2、アメリカ・イン・ザ・フィフティーンス・センチュリーを刊行した。1941年には、ハーバード大学で、アメリカ史のジョナサントランブル記念教授に選ばれた。モリソンは、 ほぶによる航海に新しく関心を向けるようになった。そして彼の学識にコロンブスが訪れたと思われる場所へ実際に航海した体験を加え成果として発表したアドミラル・オブ・ザ・オーシャンシーは1943年のピューリッツァー賞に輝いた。1942年、モリソンは友人で当時大統領だったフランクリン・ルーズベルトと会い 海軍部内の視点から描いた第二次世界大戦に関するアメリカ海軍戦士の執筆とそのための自らの従軍を提案した。ルーズベルトとフランク・ノックス海軍長官はこの提案を受け入れることにした。1942年5月5日、モリソンは少佐としてアメリカ海軍予備員に登録されると同時に召集された。モリソンの提案した戦士は EN。 ヒストリー・オブ・ユナイテッド・ステーツ・ネイバル・オペレーションズ・イン・ワールド・ウォー・ツーとして実現し、戦後の1947年から1962年にかけて全15巻が交換された。同書は戦略及び戦術面に加え科学技術や人事まで網羅した内容で、イギリスの軍人視野のジョン・キーガンによると第二次世界大戦に関する最高の文献であると評される。 第3巻のザ・ライジング・ザ・ニー・ザ・パシフィックは1949年のバンクロフト賞受賞作となった。1945年12月15日、モリソンは海軍大佐に昇進した。1951年8月1日には軍務の実績を称えられて海軍少将に昇進の上海軍予備員を名誉退役した。モリソンは 海軍在役中の1946年に刊行したヒストリアズ、エイリテラリーアート、アン、アピールツー・ヤング・ヒストリアンズの中で、優れた作品は経験と調査の相乗効果から生まれるものだとして、次のように語っている。アメリカの歴史家たちは、事実を伝えようと熱望し、真摯に真実を語ろうとする一方で、これまでその仕事の文学性には無神経であった。 彼らは歴史叙述に宿る芸術性を忘れてしまっているのだ。1955年にモリソンはハーバード大学を退職した。彼は余生を執筆活動に費やした。クリストファー・コロンバス、マリナー、フリーダム・イン・コンテンポラリー・ソサエティー、ザ・ストーリー・オブ・ザ・オールド・コロニー・オブ・ニュー・プリマス、1620-1692、ナサニエル・ホームズ・モリソン、 ウィリアム・ヒックリング・プレスコット、ストラテジーコンプロマイズとやつぎばに作品を世に送り出している。1959年の、ジョン・ポール・ジョーンズ、A セーラーズ・バイオグラフィーでは、二度目のピューリッツァー賞を獲得する。1960年代初め、モリソンは再び、ニューイングランド市に焦点を当て、ザ・ストーリー・オブ・マウント・デザート・アイランド、メーン、ワン・ボーイズ・ボストン、 1887-1901イントロダクションツーエラーアウトオブヌーベッホーエイヒストリーオブザコンスティテューションオブマサチューセッツの一連の著作を発表したこのほか1963年には第二次世界大戦におけるアメリカ海軍戦士の概略を一冊にまとめたザ・ツーオシャンオを刊行している1964年モリソンは大統領自由勲章を リンドン・ジョンソン大統領から送られた。ジョンソン大統領は、このアメリカ合衆国における、文民最高の栄誉を送るに際し、次のように述べている。学者にして、海軍人、この水陸両用の歴史家は、行動の人生と文芸の技の二つを組み合わせる、ことで、二世代のアメリカ人を、無数の発見の後悔へと誘った。モリソンの晩年は、 探検に関する本の執筆にも当てられた。例えば、ザカリビアン・アズ、コロンバス・ソー・イット、スプリング・ダイズ、ザ・ヨーロピアン・ディスカバリー・オブ・アメリカ、サミュエル・デ・シャムプレーン、ファーザー・オブ・ニュー・フランスが挙げられる。最後の一冊の執筆のためには、サミュエルとシャンプランの経路の多くを実際に搬送し、それ以外の部分も飛行機を使ってたどっている。私生活では、 最初の妻であるエリザベス・エス・グリーンとの間には4人の子供を授かり、そのうちの一人のエミリー・モリソン・ベックは、バーレット・イニオーク時点の編集者となった。エリザベスとは1945年に死別し、その後、1949年に、ボルチモアの未亡人プリシラ・バートンと再婚したが、プリシラも1973年に亡くなった。 サミュエル・エリオット・モリソンは、1976年5月15日に、発作を起こして死去した。異界は、メイン州のノースイーストハーバーに葬られた。1979年7月19日浸水のアメリカ海軍フリゲートは、モリソンと彼の海軍への貢献を称えて、サミュエル・エリオット・モリソンと命名された。また、モリソンを記念するものとしては、 アメリカ海軍歴史遺産コマンドにより、サミュエル・エリオット・モリソンに奨学金が設立されている。ボストンのコモンウェルス・アベニュー・モールには、船員用レインコート姿のモリソンの銅像が立っている。モリソンに対しては、アフリカ系アメリカ人である学者の一部から、アメリカの奴隷性に関する記述について批判が向けられていた。モリソンとヘンリー・コメージャーの協調。 ザグロース・オブ・ザ・アメリカン・リパブリックの初期の版に問題があるとされた。批判者の主張によれば、1930年の初版及び第二版がウルリッヒ・フィリップス著のアメリカン・ネグロス・スレーブリーに沿った内容であるとして攻撃された。問題のフィリップスの説とは、フィリップス学派ドレーシンと時に呼ばれるもので、一部のアフリカ系アメリカ人学者から、 人種差別的土台に立脚していると通列に批判されながらも20世紀前半にはアメリカ合衆国の奴隷制度の歴史に関する通説だった。フィリップスの説も提唱された当初は開拓者であり前身であると多くのものに考えられていた。1944年全米国人地位工場協会がザグロース・オブ・ザ・アメリカン・リパブリックに対する批判を 開始した。1950年、モリソンは、人種差別主義的意図を否定しつつも、彼の娘が、NACP a 前会長であったジョエル・ E、スピンガーンの息子と結婚することを理由に、しぶしぶ大部分の修正要求に応じた。ただし、モリソンは、厚遇を受けた主人に対し、忠誠心を持っていた奴隷の存在や、アメリカの奴隷制度が、 文明化に与えた良い影響といった点に関する参考資料情報の削除は拒絶している。また、黒人のステレオタイプに関する参考資料情報の削除にも応じなかった。なぜなら、モリソンは、このステレオタイプが19世紀から20世紀初頭、すなわち最も賢明で、進歩的な人々でさえも、人種や民族によって、 人間の様々な振る舞いが決まってしまうものと単純に思っていた時代のアメリカ文明における人種差別的本質を正確に描写する上で確信になると考えたからである。その後、この点への批判が攻撃的なものとなったため、1962年版に至ってさらなる削除改定が行われた。軍人勲章、市民表彰、外国政府による 表彰名誉学位文芸賞配列は、署名アルファベット順。ありがとうございます。